さんこんにちは、ひろみチャンネルです。ここ東北でもね、ようやく桜の開花が始まりましたね。暖かい季節が始まりました。日本は島国なんでね、細長い島国なんですよね。ですから、桜は一番暖かいところからということで、沖縄の島ですね、そちらから開花が始まって九州に上陸して、大阪、名古屋ですね、東京、宇都宮、仙台、大森と北上していくんですよね、桜はね。で最後は北海道ですかね。北海道は5月後の連休ぐらいですよね。そのぐらいだから、約沖縄から始まって1ヶ月ぐらいで、桜がこう北上するっていう形ですよね。日本ではね、ニュースでも桜前線予報みたいなね、そういうことをやるんですよね。ですから日本人は桜がなぜ好きかなっていうことを言うのは、桜の下でね、友達とか会社の同僚とか、家族とか、もちろん会社全体でね、桜の下にシートを敷いて、みんなで、食べた飲んだで、昼間から始まる会社もあったりね。もう普通は夜、提灯とかライトアップしてるんですよね、下から照らしてね。ふと桜がこう、なんていうのかな、白く夜ね光るんですよ。それがまた風流でね、みんなこうそれを見ながら酒を飲むんですよね。それがまた日本人の桜の楽しみ、唯一の楽しみっていうかね、桜見ただけではね、もう一つこう盛り上がらないですよね。やっぱりこう一生瓶、酒を持ってね、みんなでこう継ぎ合うっていうかね、そういう雰囲気がね、日本人は大好きなんですよね。去年はもう全然ダメで、今年ももちろん少しあれなのかな、桜の下で覗くぐらいは大丈夫なのかな。もうね、本当はこうもっとね、人を、まあ、今日はちょっと朝まで早いんですけど、今度の日曜日あたりがピークかなという感じですね。もう桜もあっという間ね散りますからね。もう雨風が一挙に来るとはもうあっという間に1週間ぐらいでなくなっちゃいますからね。だからもうタイミングが悪い人は散った頃に桜を見に来るっていう人もいるんですよね。またそれもまた楽しみで、ここは開成山大神宮といいましてね、神社の伊勢神社のあれなのかな、まあ、周りには出店が並んでますけどね、日本の風土で焼きそばとかたこ焼きとかお好み焼きとか焼き鳥とかね、結構皆さん昔からあるワンハンドフリーっていう食べ物はリンゴ飴ですよね。まあチョコバナーもありますけど、リンゴ飴がね意外と私的にはおすすめです。ちっちゃなリンゴをね、なんていうの、キャンディーにしてね、リンゴと一緒にこうかじるってやつね。またそれも日本の食べ物っていうかね、こういうこう出店にしては私的にはおすすめですね。なんかこう機会がありましたらね、こういう出店のね、そういうやつをね、
情報を発信させて、なんせね、このコロナでね、こういう人たちは本当にかわいそうでね、仕事がないということで、去年と今年とかわいそうですよね。でも今年からなんとかね、少しずつ動いてるんでね、皆さん頑張ってらっしゃるんでね、みんなで盛り上げたいって盛り上げていきたいと思いますね。皆様とね、同じように日本でもコロナ感染が蔓延してますけども、とてもね、辛い日々ですけどね、桜を見てね、少しでもね、心が安らぐことを祈っております。近いね、ミハル町というところにね、滝桜っていうね、ちょっとこうでっかい、ね、木でね、ずいぶん樹齢結構あるんで、何百年ぐらいの木なんですけども、それを発信したいと思います。次回もよろしくお願いします。では失礼します。Thank you.